ゴイサギは、ペリカンもクサギか、ゴイサギ族に分類される鳥類。アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸、インドネシア、日本、フィリピン、マダガスカル日本では夏季に北海道に飛来するか、本州以南に周年生息する。冬季に南下する個体もいる。全長十八から十五センチメートル。翼海長百五から百十二センチメートル。 体重0.4から0.8キログラム。上面は青みがかった安灰色。仮面は白い羽毛で覆われる。翼の色彩は灰色。光彩は赤い。目先は羽毛がなく青みがかった灰色の皮膚が露出する。くちばしの色彩は黒い。甲子の色彩は黄色。幼鳥は上面が褐色の羽毛で覆われ、高褐色の反転が入る。 この反転が星のように見えることから、星恋の別名がある。仮面はお白色の羽毛で覆われる。光彩は黄色がかったオレンジ色。目先は黄緑色の皮膚が露出する。繁殖期には口頭に白い羽毛が3本伸長し、光子の色彩が赤みを帯びる。2亜種に分かれる。河川、湖、地層、湿原、水田、海岸などに生息する。 単独もしくは小規模な群れを形成して生活する。夜行性で英名の由来になっている。昼間は水面に張り出した木の絵などでひっそりと休む。オタマジャクシを捕食中のゴイサギ植生は動物食で両生類、魚類、昆虫、蜘蛛、甲殻類などを食べる。夜間水辺を徘徊しながら獲物を捕食する。樹上で他のサギと共に集団繁殖地を形成する。 ゴイサギ繁殖形態は乱生。サギ科の多種も含めた集団繁殖地を形成する。樹上にオスが素材となる木の枝を運び、メスがそれを組み合わせた巣を作る。日本では4の8月に3から6個の卵を年に1から2回に分けて産む。私有交代で放卵し、放卵期間は21から22日。育数は私有共同で行う。ひは 孵化してから二十から二十五日で巣を離れるようになり、四十から五十日で飛翔できるようになり独立する。生後一から二年で生成熟する。平家物語の作中において、第五天皇の戦時に従い捉えられたため生後位を与えられたという故事が和名の由来になっている。また、農学の演目、詐欺は、その後い詐欺伝説に由来するものである。また、 夜間に飛翔中に、クワッとカラスのような大きな声で鳴くことから、ヨガラスと呼ぶ地方がある。都市部でも、夜間に月明かりで民家や養魚場などの池に襲来して、魚介類、両生類を砂取る。このため、金魚や鯉などを飼っている個人や養殖業者、魚類を屋外飼育する自然公園などにとっては外朝であり、 東京動物園協会運営の東京ズーネットでも、招かれざる客と紹介されたことがある。日本全国の動物園や、水族館のペンギン等のコーナーに侵入し、飼育員が与えた餌の魚をかすめ取る様子もたびたび、目撃されている。ペンギンは捕食者以外には興味を示さないため、ペンギンに威嚇されたりすることもなく、ごイサギはすんなり溶け込んでいる。 ペンギンと背丈も同じくらいで、羽の配色も似ているため、ペンギンコーナーの外にいると逆に、ペンギンが逃げていると勘違いされることもある。東京都の恩師上野動物園では、幼鳥が目撃されると、園内で繁殖して、ゴイサギの数が増えすぎたことが問題となったほか、野鳥の侵入は、鳥インフルエンザ等の病気持ち込みリスクもあることから、ペンギンコーナーにネットを張るなど、 侵入対策が取られている。ありがとうございます。